来たー。私も一個あったんだよね。確かどこやったんだっけ。みんな今何してるの。一人で10人分のコール。え、どういうこと。時空また声と音声ずれてるでしょう。アラーム鳴ってる。アラームが鳴ったらずれるんだけど。かなちゃん買いすぎて時間、え、違う、あのね、あの、あ、加工してるからだよ多分それ。うちが加工取ってあげるよ。小顔の加工してるんだよこれ。これでわかると思う。戻、ちょっと戻そう。メイクしたから別にもうなんかどうでもいい。これがうちの元の輪郭。変わったかな。ちょっともう一回見てみよう。あ、すげえ。はい、今加工マックスと加工しないやってた。ピスケさんおはよう。コキザリーさんグッド。ザンさんおはよう。顔痩せたよね。いやいや、だから今加工してたんだって。加工してるからだよ。ゆうなん、あなたの推しは誰なん。あなたの推しは誰なん。しよう。私が叶う全力をありそうなのでやめた。叶う、叶うって言ってほしい。名言すぎる。そう、つしにさんめっちゃ毎回声でかくて、この前友達に「カナダのファンってどういう方が多いの?」って言われたから、すごく個性的で、個性的なファンが多いよって言って、例えばって言われた時に土井さんの話した。え、例えばね、こんな方がいるよって言って、あの話しました友達と。最近はメンバーとも普通に仲いいけど、地元の友達と連絡取ることが多くなった。なんか自分わかんない、地元の友達が春休みに入ったから、すごい自分と同じような生活してる子が多くて、うちのいつもの生活と。だから、そうだから電話できるんです今は。友達とか、悲しいこと言っていいですか。私3人で沖縄行ったりとか、ちょっと出かけたりとかしてた友達がいたんです、高校で。いや、めっちゃ仲いいよ。 LINE も頻繁に行われてるし、さっきも LINE 来てたんだけど、その子たちが2人で遊んでて、もう私が静岡に帰れないのが悪いんですけど、悲しくなった。うちも遊びたくなっちゃった一緒に。だから帰るねって言った。いつか、いつか。まあ帰んないけど、今楽しいから活動が。自分個性あるよ。話した、大丈夫だよ。みんな個性あるよ。みんな個性あっておもろいよ。仕事頑張ってね、ツリーさん。言うて比べないと分かんないかも。マジ?じゃあもう一回やってあげんよ。もう一個違う加工してるから、こっちが大事。これこれを、うわ、今のめっちゃやばいな。今やばかったね。ブワンブワンってなるね。中井さん気がおるけ、おるよいっぱい。僕と山根、え、マジめっちゃ嬉しいやん。やば、最高に楽しみなんですけど。眉毛を見てほしいんですよ。まつげかこれ。めっちゃ顔がちだから加工って言ってるじゃん。これは別にこれでもいいんだけど、自分
笑ったらこのムみたいな顔になるけど、なんか YouTube 残されちゃうからいい顔でいいよと思ってこれ加工しました。ちょうち静岡帰って毎回ひいおじいちゃんに言われる言葉があって、毎回ひいおじいちゃんに頑張ってね明日お仕事、毎回ひいおじいちゃん、ひいおじいちゃんの部屋に鏡があるんですよ。でひいおじいちゃんの部屋行って自分こうやって自分の顔を一生見て前髪とか整えたりしてると、ひいおじいちゃんに何回見たって顔は変わらんよって言われるんですよ。マジでおもろいよね、おじいちゃんがいつも言ってくるその言葉も嬉しい。大好きだもん、おじいちゃん、ひいおじいちゃん、そうで言ってくるの、かわいいよ十分って笑ってくる。加工してもすぐにバレるのに。いやいやいや、みんな加工してるよ。そんな加工しない人なんていないと思いますよ、ショールーム。知らんけど、なんでみんな加工しましょう。正論それな。おじいちゃん可愛いから変わらないとか、そうだからおじいちゃん大好き。おじいちゃんと仲いいですよ。自分が反抗期の時はめっちゃ反抗してたけど、今はめっちゃ仲いいよ。おじいちゃん、自分は将来本当はなんか夢を諦めていた時期に、加工に手をつけたら加速する、どういうこと？手をつけたら自分が、ま、なんかこの夢をアイドルになる夢を諦めていた時はね、なんか将来の夢は働いて、ひいおじいちゃんとかひいおばあちゃん今車ないから、うちのママが割といろんなところお買い物とか連れてたりしてるんだけど、免許を返したからひいおじいちゃんがね、だから自分がひいおじいちゃんとかひいおばあちゃんをお買い物とかいろんな場所に連れてくっていうのが夢だったんだけど、それが広島でアイドルすることで何もその夢は叶わなくなっちゃうからっていう話をパパに相談したのね、一回。それが悲しいっていう相談したら、でもひいおじいちゃんもひいおばあちゃんも、カナウが有名になれば別にそれはそのことよりもいいことなんじゃないみたいに言ってきて、確かに自分が自分の夢を叶えればおばあちゃんたちは安心して生きてられるって思ったから、頑張ろう人生って思う。人のために生きるのっていいですね。来た前髪、どんな顔してもおしゃだぞ、やった嬉しい。この前髪をいつまで気にしても変わらないって思うんですけど、今日はちょっと本当に可愛くしなきゃいけないので、本当にちょっといろいろやらせてください、細かいところまで。美女記やった、ありがとうダサ。前向きなかなうたの性格は祖父母にいたんだね。うん、そうだよ、わかんないけど家族思い、え、マジで3期生一家族思いだと思う。大好き、もう大好き大好き大好き。そう、ママもパパも親戚も、親戚はめっちゃ仲いいです。自分たちの家目が痛い、ちょっとさっきよりさ加工強くなったよね。うわ、絶対ちょっと数間違えたよね、数字。
家族の仲がいいの一番最高なの。そうなの、一番最高なのよ。なんか眠くなってきちゃった。自分って眠くなったらめっちゃ分かりやすいよね。もう口数減るよね本当に。今眠いっていうのは全人類に伝わってると思う。でも寝たらもう試合終了なの自分。何と戦ってるんだろう。寝ちゃいけないんです。わあ、そろそろ配信終わりにしよう。本当にやばい、二度寝できないもう。じゃあてかヒータンち行ってくる普通に。で眠くなって二度寝するぐらいならヒータンちで寝るわ。そしたらね寝坊しない。では13位、キコさん。12位、ハンシタン。11位、カンちゃん。10位、福太郎さん。9位、吉川さん。8位、エトルさん。7位、ツノさん。6位、テームさん。5位、タンタン。4位、高幸さん。3位、ユウイチさん。2位、ダースさん。1位はヤスベ。ヤスベありがとう。僕対5本チャレンジ待ってるね待ってます。お腹が痛いでもお腹痛くなってきた普通に。なんでお腹が痛い。七瀬さんありがとう。こちらこそありがとう。嬉しい。七瀬さんの長文の X 書いてくれてたの嬉しかった。じゃあありがとうみんな。また明日ね。後でね、夜やるかも。バイバイ。夜できないかも。わかんない。今日爆睡しそう普通に帰ってきた瞬間。おやすみ。バイバイ。おやすみじゃない、危ない危ない、寝ちゃダメ。